まあ、鋼の出具合を見てこの辺結構広く出てるけどもこっちの方が出てないみたいなのを見てこの辺を解こうかなと。ちょっとさっきより出ましたね。こっちと比べてややさっきよりも出てきた。でこの時に必ずこう指でですね帰りが出てないかなっていうのを触ってみてですね、帰りが出てしまうとこっちの方が後退して結局その鋼の出てる範囲が狭くなってしまうんでですね出ないように注意しながら角度を上げてしまうと帰りが出てしまうんで角度を上げないようにもし帰りが出たら今研いでた角度よりももうちょっと浅くする、というですねこういう微調整をしながら研ぎます。じゃあ表の方引き続き研いでいきます。こっちはこの辺鋼出てるけどもこっちの方が全然鋼が出てない。そして、先端に、コバががっつりとしたコバがまだ消えていない、ついている。はい、だいぶ鋼がしっかり出てきました。で、糸刃がまたちょっとこの辺に残ってるんですけど、ここら辺ないですね。こっちは残ってる。これはね、まあ、ちょっと角度上げてやったってもいいですけども、掛けをまだ取ってないんで、ちょっと角度上げましょう。まだ表から解いてですね、帰りが出ないんですよ、しっかり。なのでやっぱりもうちょっと鋼を削ります。この鋼の面を角度上げずに面を削ってみます。第二研ぎ台こうなってくると、鋼の面だけを研ぐような研ぎ方にができるようになってくるとですね、ああハイスコーって硬いねんなっていうのが分かってきます。荒戸くんでも結構ツルツル滑ってなかなか削れる感じがしにくくなってくる。これで糸刃的なものは完全になくなったんですが、ここら辺にちょっと欠けが残ってるんで、目障りなのでやっぱりこれは
大角度で研いでいきたいと思います。研いでなくしてしまいたいと思います。ここら辺で、こんなもんかな。アラトは研ぎ目が粗いんで、ちょっと欠けとね、バリとか傷とかが区別しにくくて分かりにくかったりするんですけど、2000番ぐらいになってから、あ、これ欠けやって言って後から発見したりするんですよ。多分なくなったと思います。で、大角度で研いだので、もう一回、この辺を薄めていきます。はい、これで成形のフェーズが完成といたします。ラットイシ成形。はい、それではあとは、いつものようにファインアップしていきます。400番、1000番、2000番、8000番っていう感じで研いでいきます。